倉原これロ倉原これロ昭和24年1月8日は、日後国出身の政治家、教育家、衆議院議員、熊本英学校校長、PhD、日後国阿蘇郡黒川村にて、阿蘇神社の直系として生まれる。幼名は三次平。熊本洋学校と同志社英学校を卒業後、1884年に、渡米、留学。 ついで1890年に都営し、1891年に帰国。熊本英学校及び熊本女学校の校長を歴任。1896年、岐阜県で旧正中学校の校長に就任したが、1897年に辞職して上京。帝国教育会士官として図書館の普及に尽力した。1900年、声優会創立に参加。 日露戦争後は立憲国民党や立憲同志会に所属。1908年から衆議院議員。国定教科書に反対し、不戦運動で活躍。1919年、立憲労働議会を設立。労働運動と不戦運動の結合を図る。晩年は共産主義に理解を示し、極東平和友の会の発起人となり、労働救援会や、 学芸自由同盟などに関与。これは、息子、おもんみひとが、戦時中に、日本共産党員として、極中闘争を戦う様を見てのことである。1949年1月8日、老衰のため、練馬区、下尺寺の自宅で死去。妻は、北里柴三郎の妹子。次男おもんみひとは評論家。大いに、映画監督の倉原惚れよしや倉原惚れつぐがいる。 おもんみしめせおもんみあきら。おもんみあかつき、これよし。おもんみもん。おもんみに。くらはらこれもとこれかた。いく。これひろ。これと、しう。おもんみのぼる。まつよ。ありがとうございます。